皆さん、ドラゴンという集団を聞いたことがあるでしょうか？実はこの組織はかなり残虐な集団なのです。一人ずつ木刀で腕や指を折ったり、ヤクザの腕を日本刀で切り落としたり。今回は1980年代後半に結成された半グレ集団ドラゴンの紹介をします。1. 半グレ集団ドラゴンとは？ドラゴンとはどんな組織なのでしょうか？この集団はあの有名な関東連合と並び、アウトロー界隈では恐れられた集団でした。1980年代後半、中国残留孤児2世が中心になって作ったグループです。東京都江戸川区には中国残留孤児向けの受け入れ施設があり、その近くの中学には残留孤児2世たちが多く通っていました。1980年代といえば多くの不良がいた時代です。そんな不良たちにとっていじめの絶好のターゲット、それが中国育ちのために日本語すらおぼつかなかった残留孤児2世たちでした。意味もなく殴られたり蹴られたりとひどい扱いを受けていたそうです。その中、残留孤児2世たちの中でも反抗心や腕っぷしの強い者たちが集結し始めます。そして自らの身を守るため結成したグループがドラゴンなのです。この組織があの関東連合と並ぶ組織になるとは誰にもわからなかったでしょう。最終的には数百人の規模にまで成長しました。警察には準暴力団に指定されています。2. ドラゴンが凶悪な組織になった事件とは？なんと一番の原因は警察だった。そんな半グレ集団のドラゴンですが、最初から凶悪な集団だったのでしょうか？組織が大きくなってからは交番に放火、警官を襲って拳銃を奪う、ヤクザ事務所を襲撃したりといった警察やヤクザを相手に事件を起こしてました。その行動原理の根底にあったのは警察やヤクザに対する敵対心だったようです。ドラゴン発足当初はここまで凶悪ではなかったようです。なぜ事件を起こすまで敵対心を持つようになったのでしょうか？そんなドラゴンが凶悪になっていった原因となる事件を紹介します。一つ目の事件がドラゴンのターニングポイントとなった浦安事件です。この事件をきっかけにドラゴンは凶悪な行動を起こすようになります。この事件はドラゴンのメンバーの一人が別の暴走族のメンバーをナイフで刺し殺してしまうという事件です。当時は暴走族同士の対立が激しい時代でした。事件の日はドラゴンとは別の暴走族同士の争いがあるとのことで、ドラゴンのメンバーはその現場を見に行ってました。そこでドラゴンのメンバーは襲われてしまいます。別の暴走族に偽の情報をつかまされはめられてしまったのです。数十人で囲まれ襲われている中、事件が起こります。メンバーの一人が抵抗しようとナイフを突き出したところ、相手に致命傷を与えてしまったのです。状況から見ると完全に正当防衛ですが、警察はそれを信じてはくれませんでした。事件を起こしたメンバーは逮捕され、殺人、盗み、銃刀法違反で少年院行きになりました。ドラゴンの残りのメンバーは憤りました。非常に不公平な判決と感じたためです。最終的には弁護団の努力で正当防衛が認められ無罪となりました。しかしろくに捜査もせず不当な刑罰を押し付けてくる警察に、ドラゴンのメンバーは強い不信感と怒りを感じたのでした。もう一つの事件が同年に発生した鹿の山事件です。この事件ではドラゴンの仲間がヤクザに殺されました。殺された方は実は少し前にドラゴンから足を洗っていました。普通の職について真面目に働いていたのです。しかし偶然食事に行った焼肉屋がヤクザが経営している店でした。そこで因縁をつけられてしまい、そこのヤクザに殺害されてしまったのです。仲間を殺害したヤクザに対しての怒りもありました。しかし一番の問題は警察の捜査でした。警察はあろうことか仲間を殺害したヤクザを逮捕することはなかったのです。中国人だから不良だからという理由でヤクザといった強い者が行った犯罪はもみ消されてしまいました。そうした警察の理不尽に対する怒りは間もなく暴力という形で現れていくことになります。そしてドラゴンは社会問題となるほどの凶暴性を帯びていくことになるのです。 3. 喧嘩の作法その1、ナイフの使い方。そんな凶悪なドラゴンですが、実は喧嘩のやり方も凶悪とされています。ナイフで刺すことも躊躇しなかったようです。包丁軍団とも呼ばれていました。どんな喧嘩の作法を持っていたのでしょうか？まずはナイフの使い方です。
数多くの暴走族との間で生き抜くにはこのナイフの使い方が生命線でした。使い方もかなり試行錯誤したようです。まずナイフの選び方です。コンビニなどで安価に売っているフルーツナイフのようなものはダメです。乱闘の際すぐに折れてしまうからです。またツバのないナイフもよくありません。なぜなら血は想像以上に滑ります。血でナイフを持つ手が滑り前方にスライドします。そうすると手がそのまま刃に触れてしまって怪我をします。最悪なのは当時人気だったバタフライナイフでした。さらにナイフの構え方にもコツがあります。それは逆手で持ちナイフの柄のお尻の部分に手を添えるということです。逆手で持てば相手に自分がナイフを持っていると気づかれにくいのです。柄のお尻に手を添えていれば相手に深くナイフを刺すことができます。こんなことを未成年の少年たちが実践していたのですからかなり危険な集団ですね。4. 喧嘩の作法その2、報復は徹底的に。次の作法は報復です。彼らの報復は誰が相手でも関係ありません。徹底的に行います。先ほど説明した事件による警察に対しての報復には凄まじいものがありました。まずは警察に対して火炎瓶を積んだバイクで襲撃をかけました。一旦報復が始まると集団心理で報復はエスカレートしていきました。交番の窓を割ったり警察官を襲って拳銃を奪ったり警察署を放火したり、彼らは仲間の無念を晴らすために徹底的に警察に報復をしたのです。他には暴走族に仲間が襲われれば凄まじい報復をします。相手チームの40から50人の全員を土下座させ一人ずつ木刀で腕を折ります。肋骨は6本ずつ折ります。歯や指も折ります。時には拉致までしました。ヤクザ相手にも容赦しません。ヤクザの顔にナイフで傷をつけ事務所を全壊させました。警察相手でもヤクザ相手でも関係ないのです。まるで映画のような凶悪さですね。5. 半グレ集団ドラゴンの現在は、2013年には警察によって準暴力団に指定され数百人の人員まで成長したドラゴンですが、現在はどうなっているのでしょうか。実は組織内での分裂騒動が勃発してしまったのです。トップの馬場義明の下で様々な悪事に手を染めたドラゴンですが、オレオレ詐欺などの特殊詐欺や薬物の売買、キャバクラ経営、企業恐喝などでなんと20億円ものお金を荒稼ぎしたとされています。ところがこの20億円をめぐって組織の団結が乱れ始めます。トップの馬場義明を排除し20億を横取りしようという動きが活発化し始めてしまうのです。この時から半グレ集団のドラゴンは弱体化していきます。その動きにより馬場義明は疑心暗鬼になってしまいます。組織のナンバー2であり古くからの友人でもあった人物までも疑うようになっていたといいます。そして2016年、このナンバー2を狙った暗殺未遂騒動が起きるのです。犯人はなんとトップの馬場義明だと言われています。事件が起こった日に馬場義明が逃げるように海外に逃亡しているのです。そしてそのまま帰ってこず音信不通になってしまうのです。しかしその後組織内の密告により2018年2月に銃刀法違反容疑で警察に逮捕されてしまいます。これ以降ドラゴンの目立った事件はないことから、この逮捕によりドラゴンの権力は失墜したと言われています。まとめいかがでしたでしょうか。半グレ集団のドラゴンを紹介しました。トップの逮捕により弱体化したと言われるドラゴンですが、中国に拠点を移したとか、より見えにくい犯罪にシフトしアングラ化したとも言われています。確かにあれほど勢力を誇っていた組織がトップが逮捕されただけで弱体化するでしょうか。今後もドラゴンの動向に注目していく必要がありそうですね。